ミクラーシュズリンダは、スロバキアの政治家。首相や外相、中道派政党のスロバキア民主キリスト教連合、民主党党首などを歴任した。経済自由化を推し進め、スロバキアの欧州連合や、北、大西洋条約機構加盟を実現させた。プレショフ県でボチャ軍スピッシュスキーシュトールトク、村生まれ。1979年に、ジリナ交通大学を卒業。 ジリナ交通研究所で1988年まで経済研究員を務めた後、チェコスロバキア国鉄ブラチスラバ地域総局情報技術部長を歴任し、1990年に退職した。1990年のキリスト教民主運動創設に参加し、1990年国民議会選挙で初当選、運輸郵政通信省の副大臣を務める。 1993年にキリスト教民主運動の経済担当副代表に就任。同党が連立与党として参加した1994年のモラウチ育連立内閣では運輸優勢公共事業大臣を務めた。民主スロバキア運動のメチアル政権に対抗してキリスト教民主運動など5党が1997年に結成したスロバキア民主連立ではスポークスマンを 勤め、翌1998年7月に党首に就任。同年10月の国民議会選挙で第2党となり、民主左翼党など3党とともに連立内閣を祖閣市首相に就任した。2000年に、スロバキア民主連立所属議員と閣僚の一部によって自由主義経済を施行する、中道派政党、スロバキア民主キリスト教連合を結成。 2002年の国民議会選挙で、スロバキア民主キリスト教連合は、第2党となり、中道右派3党と共に、第2次、ズリンダ内閣を組閣した。2006年には、民主党を吸収して、スロバキア民主キリスト教連合、民主党を結成したが、同年の国民議会選挙では、ロベルト基ソ率いる、中道左派政党の方向。 社会民主主義に敗れて、連立政権を維持できなくなり退陣した。その後国民議会の外務委員会委員を務めた。2010年2月、自らの不透明な政治資金疑惑が発覚した、責任を取って2010年国民議会選挙への立候補見送りを表明したが、その後も引き続き、スロバキア民主キリスト教連合、民主党の党首を務め、 選挙を発足したイベタラジジョバー政権では外務大臣に就任し2012年まで在任した。首相就任後、メチアル政権下で巨額の赤字を抱えた国家財政の再建と国内経済の自由化を目指し国有会社の民営化など市場開放を急速に推し進めた。2000年12月には経済協力開発機構に加盟し2004年には北。 大西洋条約機構と欧州連合への加盟を果たした。この間スロバキア経済は欧米や韓国などの積極的な投資で年6%の急成長を遂げ国の財政赤字は国内総生産の3%以下まで減少して後のユーロ導入実現に結びついた。しかし一方で失業率が20%台にまで増加するなど 地方を中心にもたらされた急速な経済改革の歪みが国民の不満に結びつき2006年国民議会選挙で方向、社会民主主義に敗れる原因となった。ありがとうございます。